おはようございます。伊織秀夫です。本日は真夏のホラー週間、私が体験した怖い話や人から聞いた背筋の凍るような話をご紹介していこうと思います。それでは行きましょう。これは私の先輩の体験談なんですが、その先輩、ある映像制作会社に勤めておりましてね、一人の後輩がいたんですよ。朝出社すると、その後輩ね、撮影前だったこともあってか、朝一から資料を作ったり、電話をしたりで、ああ、今日も頑張ってくれてるな、ぐらいに思ってたんです。その先輩、打ち合わせがあったんで、一旦席を離れまして、終わってまた戻ってみるとね、あることに気づいた。さっきの後輩がですね、全く同じ姿勢で仕事をしているんです。怖いなぁ、怖いなぁ、おかしいなぁ、と、その先輩は思ったんですが、後輩があまりにも普通に仕事をしていたもんで、まあ次の日、撮影だし、俺もそろそろ帰ろうかなと思って、特に気にせずその日は帰ったんです。翌朝、撮影の朝ってとっても早くてですね、朝5時ぐらいに出社したんですが、先輩あることに気づいた。カタ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 。カタ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 。音がするんです。あれ、おかしいな。朝5時だぞ。なんかやだなぁ、怖いなぁ、と思って席に向かった先輩。そこでその先輩、この世のものとは思えない光景を目にしたんです。昨日の朝と全く同じ服、全く同じ姿勢で、その後輩、すごい勢いで資料を作っていたんです。その後輩がね、4年前の伊織自身なんですが、これが世に言う同ポジの後輩。今もどこかの制作会社で現れるかもしれません。これはとある都内の制作会社の話です。ある日、そう、仮に愛君としましょう。編集が終わったのが23時ぐらいだったんですが、編集所から家に直接帰ろうかなとも思ったんですが、編集に使った大事なハードディスクがあったので、愛くん会社に戻ることにしたんです。荷物も多いんで、タクシーで揺られながら会社に向かいました。タクシーを降りてね、ビルを見ると、もう会社の電気が消えていたんで、あれ、珍しくもう人いないんだなぁ、って思ってエレベーターで自分のオフィスに向かったんですが、愛くんそこであることに気づいた。気配がね、するんですよ。嫌だなぁ、怖いなぁと思いながら、ハードディスクだけ置いて早く帰ろうと思ったんで、愛くん電気もつけずに自分のデスクに向かった。するとね、そこで愛くん暗闇の中で人影を見た。うわぁって思って腰を抜かしそうになったんですが、その途端電気がついた。同じく編集から帰ってきた先輩がですね、電気をつけてくれたんです。愛くん思わず人影を見る。その人影ね、会社の同僚だったんです。こういったご時世もあってね、映像制作会社も働き方改革が進んで、うちの会社なんかは夜22時になると電気が消えるんですが、でもね、そんなシステム、現場の人間からしたら邪魔なだけでね、普段みんな電気をつけて仕事を続けるんですが、その日はたまたま電気つけるのがめんどくさくなっちゃって、そのまま仕事を続けていたらしいんです。働き方改革ってなんだろう。愛くんはそう思った。そんな会社の話です。これはそう、
ある映像制作会社の話なんですが、そうですね、仮に愛くんとしましょう。その日は今日のように蒸し暑い日だったんですが、ちょうど月末で労働時間の処理をしていたんです。愛くんの会社はですね、とても厳しく働き方改革を取り組んでいたこともあって、月の残業時間は80時間までと決められていたんです。でも愛くんちょうどロケやら撮影やらあったんで、会社で決められていた残業時間を破っちゃった。本人はですね、まあ実際働いてるし問題ないだろうぐらいに思ってたんですが、愛くんその日はそのまま帰ってしまった。翌日ね、愛くん仕事をしていたら一本の電話があった。まあ忙しかったんでそんな電話出れず、後で折り返そうと思ってたんですが、愛くん折り返すのを忘れてしまったんです。それが良くなかった。しばらく仕事をしていてね、愛くん虫の知らせとでも言うのか、ふと気になって勤怠システムを見た。そこで愛くんあることに気づいた。そう、消えていたんです、残業時間が。信じるか信じないかはあなた次第ですが、この話実際あなたの元にも訪れるかもしれません。いかがでしたでしょうか。いやー、怖いですね、怖いですね。日本の企業はすごい怖いです。背筋も凍るような怖い話でした。いやいや、それさ、怖い話じゃないじゃんって思う人もいらっしゃると思うので、まあ実際にね、私が体験した怪談の方の怖い話も複数ちょっと紹介していこうと思います。まあちょっとね、ここからは雑談形式っていうことになるので、まあ実際僕が体験した話を、3つほどねご紹介しようと思います。まず1つが神奈川県某所ですね。僕がまだ、テレビ番組の AD やってた頃ですね、その頃の体験なんですが、鎌倉の特集でね、鎌倉の切通しの特集をしていたんです。まあその中の一つにやばいのがありまして、特にね何かあったとか、怖いオチがあるわけではないんですが、そこに着くとですね、真夏なのにひんやりした空気感で、なんていうんですかね、神社にいるような不思議な感じというか、ああここに長くいちゃダメなんだなって思ったんです。でそんな気持ちもあったんで、さっさと撮影切り上げて、書いたんですね。まあさっきも言いましたが、そこのねスポットね、霊障的なものは一切なかったです。ただちょっと気になって調べてみたら、まあ出てくる出てくる、やっぱり心霊スポットだったんですね。近くに火葬場があったりとか、昔の古墳があったりとか、まあ調べれば調べるほどいっぱい出てきて、あやっぱりそういうとこだったんだなって思ったんです。でね、一番怖かったのが神奈川県の超有名心霊スポット軽トンネルの上だったんです。やっぱね、あそこら辺一帯がそういった感じのものだったって思うと、やっぱ人間の第六感ってね備わってるんだなって思いました。まあロケでね、心霊スポットと言われるところですね、結構行ったりしたんですけど、まあ実際に超怖いと思ったのはそこだけですね。まあ最近ね、YouTube とかで心霊スポットとか行く人多いと思いますけど、本当に遊び半分な気持ちで行っちゃダメだと思います。二つ目の話はですね、パワースポットっていう感じのところなんですが、まあこれはまだね、僕がまだ、同じく番組の AD やってた頃の話です。冒険にあるねパワースポットを撮影で訪れたんですよ。まあ観光マップにも載るぐらい有名な場所なんでね、名前は避けさせていただきますが、かなり変わっていて、まあいわゆる動物の石像みたいなのが何百体もあるような有名なところです。で、そこでねタレント連れてロケして、何事もなく終わったんで、帰ったんですね。でもやっぱその後がすごかったんですよ。良くないことが立て続けに起きて、まあ僕だけだったんですが、原因不明のね高熱が出たりとか、あとですね、すごかったのが、地方にロケ行った時に、
三脚持ってたんですけど、まあ、現地で三脚広げたらですね、バキバキに壊れてるとか、あとは収録したデータが破損したりとか、何かね、大きいことがあったわけじゃないんですが、まあ、小さい不幸的なのが立て続けに起きて、ああ、やっぱり、ああいうところで撮影するのはあんまり良くないんだなって実感しました。そうですね、まあ、6年ぐらいの前の話なんですけど、まあ、今度ですね、撮影のお礼も兼ねて、一度もう一回行ってみたいと思います。最後ですね、心霊番組。これは僕の体験談じゃないんですが、先輩のディレクターから聞いた話です。最近テレビで心霊番組って少ないですよね。それなんでかっていうと、実は公共の電波では説明のつかないものは放送してはいけないっていう決まりがあるらしくて、本当に幽霊が取れてしまったものっていうのは放送できないらしいんですよ。つまりテレビでは演出的に見せるような心霊番組しか放送できないらしいです。でもまあ最近やっぱりそのやらせやらなんやらのコンプラ的なものが多いので、もう心霊番組自体が取り扱いが難しい番組になってると。ちなみにね、最近多い投稿系の心霊ホラー番組とかっていうのは結局投稿された映像を紹介してるだけなのでセーフとのことで、そのディレクターがですね、若い時に一度だけお蔵になった企画があるらしくてですね、それがかの有名な四ツ谷怪談を取り扱った番組だったと。で、何がすごかったって、それの撮影をした帰り道、車が事故って崖かなから転落したっていう話を聞きまして、幸いね、一命は取り留めたらしいんですが、その番組の企画ね、お蔵になっちゃったと。そのディレクターは未だにその話を聞かせてくれます。心霊はね、気をつけないといけないよってね、よく言われてました。最近ね、安易に YouTube で心霊系やってる人多いですけど、そういったところにね、行く系の人はマジで気をつけないといけないらしいです。いかがでしたでしょうか？真夏のホラー特集。ちょっとね、ネタ的なことが多かったので、まあ実際怖くねえよって思ってる人いっぱいいると思うんですが、まあ実際ね、僕が、番組制作とかですね、やっていく中で、体験したことって結構あったりするので、そこら辺ね、まあ若干の脚色加えながら今後も紹介していこうと思います。皆さんよかったらチャンネル登録していってください。それではまた次の動画で、バイバーイ。